泉野明役マノエリナさんからお願いいたしますはい、えー、皆さん本日も朝早いところからお越しくださいましてどうもありがとうございます、えー、泉野明を演じましたマノエリナですついにシリーズ最終章ということでなんだかこう実感が湧かずちょっとふわふわした感じなんですけど久しぶりに大変服を着れてまあ髪型はちょっと1年前とだいぶ変わってしまったんですけども、やっぱりこの衣装を着るとこう引き締まるなと思います今日はよろしくお願いします ありがとうございます。続いて、パトレーバーの舞台挨拶第一章以来、ちょっと久しぶりのご登壇となります。第二小隊隊長、後藤田啓司役、加計利夫さん。皆さん、おはようございます。<laughs> ええー、もうね、あのー、久々に隊長の服を、えー、今日着たんですが、えー。だいぶこれタイトに作ってるんですから、今日入るのかなと思って、ぴったり入りました。嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> ええー。 きょうすごいです、ねえー、今日早い会にお越しいただきまして、本当にありがとうございますもう男ばっかりで、本当にありがとうございます、えー、もう第7章となってしまいまして、非常に寂しいございますが、えー、この第7章、映画につながる、えー、長編の方につながる、非常にその序章となっておりまして、大変ハードにできておりますけれども、えー、先週ですか、ブルーレイで拝見いたしまして、決して皆様を、えー、飽きさせることはない、そんな内容になっております。 えそしてです、ねあのー、ストーリーのみならず、えー、今回はおししが至る所にさくしておりましてです、ね、映画通の方だったらです、ね、ああ、ここでこんな手を使っているのか、こんな加工をしているのかというとです、ね、そういう楽しみ方ができるかと思いますので、どうか楽しみにご覧ください。ありがとうございました <laughs> ありがとうございます。え続きまして、同じくちょっと久しぶりのご登壇となります。特者二課整備班長、柴茂しげお役、千葉茂さん、お願いします。はい、どうも、千葉茂です。おはようございます。<laughs> えー、選挙演説の後で、ちょっと喋るのはね。<laughs> <laughs> あれですけど。えー、本当にね、もうあっという間の一年でしたね。えー、久々に、あの、この、えー、ジャンパーっていうんですか、これ。ね、来て。あの、まあ、これ第7章で。 えー、やっとこれ来たんですけどもねこれ本当にあに助かったんですよね。 撮影の時寒かったですから、えー、このねつなぎの上にこれ着てるとね本当にスタッフの愛を感じるなぁと <laughs>、えー、思いながら撮影やってましたけどもいや今日皆さんに会えてね一年ぶりに会えてね皆さん老けたなぁというね <laughs>、えー、そんな感じですけども <laughs>、えー、あまたお会いしました <laughs> もう必ずある方におご挨拶しないとね、えー、気が済まない、えー、今日この頃でございます、うん、はい、えー。今日短い時間ですけどもね、えー、よろしくお願い致いします ありがとうございます。最後に、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレーバー総監督でいらっしゃいます。押井守監督、ご挨拶お願いします。えー、三味中 <coughs>、今日も朝からありがとうございます、えー。ようやく7社までたどり着いたっていう感じで、えー、思えば、えー、準備始めてから、もう、あれは一昨年の夏だったと思います。けれども、えー、随分長いこと、この作品に関わったなっていう、そういう印象です。また、あの映画の作業が。 実は明日からと音響の作業が始まるんですけどもまた河合君の音楽が炸裂しておりますあのそちらの方も楽しみにしていただきたいと思いますシリーズ長丁場でしたけれども長丁場のあったわりにはもう終わるのかっていうまあそういう印象です最初から付き合ってくださった方々感謝しておりますありがとうございましたこれから見るとわかると思うんですけど今までとまた違った雰囲気の エピソードになっててていたたと思うううんんででですすが真野さそそのあたり演じてみてどうでしたか、はい、そうですね、うんあのー、本当にこう見ていただくと分かるように今までとはまあクロコダイルダンジョンだったりとかそういうのから比べるとガラリと雰囲気が変わるんですけどもでもどっちかというと隊長がそういう空気を作ってくださっていて私たち隊員たちはいつもの感じだなっていうまあラはこういうテイストになっても晶なんだなって見てて思いました逆に面白かったですね。 面白かった、あのー、今回、そんなに隊員たちが出てないので自分たちの知らないシーンがいっぱいあるんですよ。で台本で見てたよりもこう全然想像と違っていてあこんな風になってるんだあこれから劇場版につながるんだと思ったたらすごいワクワククしして見れま筧、うん、さんはじゃあその分、いつも以上に多分役割が大きく電話も多くっっていうことだったんですかねいやあの撮影していること自体は非常に淡々とやっておりましたよ。 はい淡淡々と淡々ととやってみましたいつもの体調はひょうひょうとしているなっていうイメージがあったんですけれどもそうですね、うん、集中の仕方がちょっと違ってましたかね集中の仕方えあのもう見ていただくと分かるんですけどもね非常にこの難解な、はいはい、この喋りがいのあるセリフがあるもんでございますからもう皆さん、おしさんのファンなんで大体もう相当できると思うんですけれども、ええええ、もう1回や2回聞いただけじゃさっぱり分からない。<laughs> <laughs> <laughs> あの、あの、もうこの、この感じ。 もう書いたことないぞみたいな <laughs>、はい、そういうのが出てくるんですの集中の仕方がそのそのお井さんの指示を仰ぎながらカメラワークとの,そのバランスを考えながらまばたきをもう一切しないようにやるという <laughs> 目をギラギラさせないいそ、ね、そうでですね、はい、<laughs> そんな感じでございましたよ <laughs> はい。はい、中でもちょっととあるあの習慣されているある重要人物とこう対峙するっていうシーンが印象的なものがあるんですけれどもそこなんか特に集中力がいったんじゃないでしょうか。 あれは確か地方のなんか廃墟のビルのワンフロアで撮ったんですけれども,、はい、もうほこりがワンワンになっているところで,、はい、でそこの中でもうたった2人だけでやったんですけれども、うん、まあそうですね、まあ、肝になるところなんで、ええ、この回のができなかったですね <laughs> 目をガビガビにしながら集中してやっていたと、はい、そ,れそちらも、えー、皆,さん皆さんもまばたきせずに見ていただければと思います。はい